いやー切る場所なかったな。またかよ。頑張ろう。うん、あ無理だった。ナイス。ナイス。バタバタしてんな。うるさない。アルマさんの死体が宿舎右です。で停電中に金庫から出てたはず。足湯が無理かな、それだと。うん。宿舎の扉次第で宝さんを城出せる、場所が宿舎の右の扉ぐらいです。はい、はい、はい。セーターの閉まってんの、全部開いてます。じゃあ、高田さんに一応城は出せやんかな。うん。最後メインの除染で足湯と合って、はい、合ってます。最終はその前もメイン入るときも足湯と一緒に入ってるから、うん、ちなみにちょっと先に言うんですけども、はい、完全浮きで貨物ラウンジアーカイブシャワーっていう移動でシャワーのカンカンで終わりです。完全浮き誰も待ってない。俺も視点では停電前にラウンジ配線にいるプテ見てる。えプテいつ頃シャワーのカンカン行きました最後。いつ頃最後、今いるのがシャワーのカンカン。エレキメインシャワーアーカイブっていう動きだからあってはないですプテとは。うん、まあまあまあ、俺も浮いてます。最終石油です。キッチン巻き、うん、キッチン石油管のドアが開いてました。円が最後キッチン石油管の通路で終わりです。うん、あ手で直したのゲンさん、藤宮が貨物で直してる。ああそう、あれ俺脇は一応足湯さんとガミさんと湧いてるから、うん、どこキッチンキッチ キッチン、ね、あれ俺どこが行けるの。高田さん多分コックピットじゃない。あそうだコックピットだ。コックピットにお文字いないよね。コックピットが出てきたのはゲンタカだと思います。なんか左にいなそうなんだよなお文字が。足紙で武器ことすれ違ってますね。私はそのままキッチン、はい、石油貫通路って流れてます。うん、あんで足と俺が、メインエンジンの扉で合流して扉開けてメインに入ってる、はい、そうですね。ネロちゃんどこだっけ。俺は最終は展望、うんうん、宿舎脇でエンジンコックピットって行く時に、あそうね武器入ってったわ。ネロちゃん、あ通信ダウンロードする。あそっちか。うんでコックピット行って武器をしまってる。あれ武器下った人いるの。あそれがあれか。あそこが私です。あそこゲンさんか。あとネロちゃんって最後展望のどこいます。展望のね入り口ぐらい。ああ一応私展望停電直そうと思って展望一回入ってないとアップロードまで見て誰かいないか確認はしてるんでその段階ではゼロです。でも停電直った段階は最後下中閉まってるぐらいの時。多分ねキッチン展望エンジン脇ではないと思うんだよおまおじ自体はね。まあ多分ないよね。キッチンは3人で湧いてるしコックピットも3人で湧いてるから、うん、右っぽいね。おい。あと、旗底とプテハシってすれ違わないもんなの。いや、これ大変。すれ違わないことに違和感ないね。旗さん、多分アーカイブ入って終わりぐらいでしょ。入ってね、本1冊、2冊取り出したぐらいだ。超すれ違いそうだな。停電になったタイミング、2人ともどこ行ったの。停電は、シャワーの上ぐらいだと思う。
停電はアーカイブからシャワーに行くときに停電中ぐらいだったと思う。そっからシャワー奥カンカンが終わんなかった。僕はメインシャワーって入ってシャワーを上に上がってるところだと思う。停電中だったから見えなかった説はあるかも。でもあ本2冊やってるんだったら、あ1冊2冊やってるんだったら、その開けてたらすれ違ってないとおかしいから、停電中で見えなかったぐらいしかないかな。一応俺視点で、あ俺藤宮はアーカイブ単脇なんだけど、本タスクを終わらせた後にラウンジ配線にいるプテハシを視認して貨物行って配電場直してるって感じだから、うんうん、貨物金庫スタートだから、まあ、一応プテハシのベントキルは否定はできないけどって感じ。ハタサコって宿舎エンジンメインエレキメインシャワーアーカイブって感じ。そうですね、うん、だネロちゃんと湧いててエンジンからアルマが上がってきてるのを見て、メインで暗室タスクやってエレキでガチャガチャじゃない、いや上げ上げやってメイン上がってシャワーのアーカイブやりに行ってる感じ。うん、まあ赤足に白が出そうだけどな、その経路で2人通ってんだったら。なんだけど足湯が右行った時にハタサコって合わないもんなのこれ。ね、僕暗室と除染しかやってないから見えないんですよね。ああ、うん、で最後出てきて宝さんと合流って感じで、はいはいはい、うん、いやめちゃくちゃ胸は張れないけど、ある程度あってもおかしくないなとは思ってますプテのことは。うん、僕はニアミスがありそうだなと思ってる。鳩迫があんまり人外で言ってなさそうだから。神さん視点ってさ、アルマのキルって何秒以内とか分かりそう？その金庫から出て宿舎死んでたわけじゃん。はい、で多分ドア開けて死んでるんで、まあ、7、8秒以内ぐらいだと思いますけど。うん、だった場合はどうだろうな。結構まあギリギリな気がしなくもないんだよねっていう、うん、あちなみに宝さん右キルは否定できるけど、アルマキルは宿舎開いてたんで一応弁当キルがあるっていう。弁当だと俺が通れるって感じで、うん、ただ足は弁当部屋にも絶対入ってないから、うん、ちょっとまずい。足は白でいい。足湯ってか隠しろ下手したら。あでも俺女性の中まで入れる、ね、これ畑坂入れてる。入れた、あと2秒でもいいじゃない。入れた。女性の中まで入れてないから。マットっぽいけどね。お危ねえ。ナイス。ナイス。これは僕はローラーされたくないボタンです。なんか畑底の、もう完全に停電中っていう状況もあったのに胸張るんだったらローラーでもいいけど、いや、ちょっと怖いなと思うんだったらやめてほしい。ヒル位置が広いなって思ったプテは。右想定でしょ。右想定、いや、全然広くないよ。だって藤宮がアーカイブ開けて貨物まで行ってて、僕貨物からラウンジアーカイブって言って、そうそうそう、最後シャワーだから。厳密に言うと、右想定というか、ね、エンジン、キッチン、コックピットとか、なんかその辺で、ワオジはいなそうって感じ。アルマ、まあ、うん、アルマと同じら辺とか、ミーティングに死体があると、あれになっちゃうけど。うん、まあ、俺はハタサコ、マットケアも含めて、ローラーするんなら俺はハタサコから行きたい派。本当に大丈夫か、うん、あんまりだな、ちょっと微妙だな。でも、さっき投票してきて、プテハシ死にそうになってるから、ここでローラーしとかないと、多分解決しないと思う。1回入れてなくて、ネロちゃんとハタさんと誰だっけ。まあ、プテの陣があんだけど。あ、僕入れた。アシュさんか。うん。もう、あ、一応さ、その、昇降機ベントで、アルマをキリに行くことも可能なわけじゃん。うんうん、合ってないから。そうね。まあ、むしろそれぐらいかなと俺は思ってるから。プテ君ってなんか直してたっけ。直した実績はないね。なんか俺、議論的にはプテ君の方がマットあんのかなと思ってたんよね。だから俺スキップなんやけど。うん、このボタンが白いと思ってるんじゃない。うん。硬さこと対抗でいいって言いそうだけどな。んとね、まあ、藤宮がどう思うか分かんないけど、個人的には僕、右じゃないんですよ、うん、僕視点は。バイタル脇、エレキぐらいしか右でいないから。いや、そうそう。それを主張してるのって誰なんだっけ。なんかさ、ハタサコから釣るじゃん。これ、俺、ハタサコが仮にマットだったとしても、プテハシのインポスターあるかなと思っちゃう。まあまあまあ、それはね。僕はハタサコがクルーだった時に、ただ村が負けるだけだから、まあそうね、このボタンを評価して、一旦待ってほしいかなって。なんか、ハタサコの主張の仕方が、人外に見えてないから。プテ視点ハタサコって結構マットっぽく見えない。なんかそうなのかな。なんか誰か最初からセリフいいひんの温度取ってほしいわ。まあ僕はスキップに入れるわ。まあまあ、まあ、まあまだ9人場目だからいいか。今日流れになったらもう
そう、いや、ちの方がいいです。畑さん、ここが胸を張るんならローラーすべきかなっていう、なんかさっき投票したということも、まあ、あり。胸を張るという意思のもと投票したんかなっていう。ただ、その、切る位置が広いって、俺は議論中に途中で思ったけど、うん、まあ、喋る時間はなかったから。ジュニア視点って右はあんまなさそうじゃない？どう？うん、そうね、俺視点は。そうだよね。まあ、エレキとかあるけどね。真ん中から左。相当湧いてるからな、人。うんうん、減らしたい。キル取れてないのきついな。18秒前にバイトル見た時にはゲンさんだけ死んでた。定点明けぐらい僕白出るんじゃない、神さんから18秒前だったらゲンさん、そのバイトル死んならゲンさんは絶対無理です。これ定点直してます、さっきのターン。僕はこのターンの定点を直していて、展望デッキで神さんに会い、キッチン武器コックピットで足湯さんにも会ってる。ガチャガチャタスクのエロちゃんとエレキでずっとやってて、最後ハイブレさんがエレキの中で会ってるって形。ハイブレさんって何してたんですか、その前。脇どこだったか忘れたけど、思い出した。エンジン脇メインで暗室タスクやって、シャワーのカンカンやって、アーカイブラウンジで配線タスクやろうと思って行ったけど、停電になったから停電直しに行って、停電直ったんでそのまま下降りてくると思ってる。神さんからプテちゃんに絶対白でいいですか。ゲンさんが白。あー、オッケーです。神さんが、さんは僕見てないんで白は出せないです。神さんが停電前、あの展望デッキで配線してるの見てて、僕そこからアップロードして停電直しに行こうと思ったけど、もう直ったから、あ、まあ、神さんが直してくれたんだなって思って、キッチン請求って聞いたら、俺ね、あ、これね、俺僕触ってないんで、めっちゃ怪しいんやけど、初動、あ、ちょっと待って、どうやったっけな。え、ハイブレさんってエレキ側、貨物側から入ってるんだよね。貨物側から入ってる。じゃあ、ネロちゃん隠しろでいいと思うよ。うんうん、あ、そう、剣士が挟んでるのね、うん、オッケーオッケー、挟んでる。俺とハイブレさんでネロちゃんをずーっと挟んでる形になるから、うん、俺藤宮どっかで見たき、藤宮エンジン脇だわ、一緒に湧いてるわ。で俺がメイン側、むずこれ。ネロちゃんが隠しろじゃん。僕さっきの議論で釣らなくて、畑子はマックスマットだと思ってるから、ここも釣らないでほしいんですよ。はいはい。でまあ僕をどうするかだけど、基本的には一応配電盤情報言えます。右4つが下がってて、それを上げてます。え、これ足湯が何だったっけ。そういや、なんか今コックピットで見ました。ゲンさんの方は違うんじゃないかなと思ってる。だからで足湯は初手切る女性の中でのみしか切れないから、相当薄いと思ってる、まあ、え、ちょっと待って、コックピットで見た、うん、展望とコックピットから出てくる、コックピットから出てくる足湯さんを僕が見てるよ。どうする、え、情報対抗する、それ足湯さん。いや、情報対抗じゃないけど、見えてなかったから視野が広いんかなって思って、ミーティングで切られてないかなっていうのをちょっと。さっきの投票のこともあるから、僕足湯さんかな、するなら。それなら、俺一応ネルちゃんに言うけど、プテ君釣られそうな時俺スキップだからね。じゃあ足湯さんにしますか。高田さんに僕両方厳しいと、除染の中でしか切れない。もうそれやったら抜けた、ね、プテハタが見てるはずやけどなっていう。ハタサコとかがマットだと消えちゃうぐらいなんだよね。あ、うん、それのみ。足湯さん今の死にないって言うんだったら分かんない。はい、オッケーオッケー。足やすまね。まあ、畑さん、まったね。初手切りマットなんだな。マットです。
あの時俺の死人を出してないんだよね、畑佐子くんが。あ、そうですね、エレキンいました、ね、まあエレキンさんや。いや、するべきだったか、なんかちょっと狂うかもなって思っちゃったな。で、まあまあ、わからんでもない。光あれ。停電中だったし。光あれ、何かっこいい。かっこいい。どうやって撮ったの？どういう。かっこいいけど簡単そうな感じだったし。え、今さら？光あれ。ずっとつけてさ、あれじゃんのやつか。あれじゃんのやつか。よし、じゃあ行きますかね。はい。はい。お願いします。